2023年8月4日出入国在留管理庁は送還喫者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針についてを発表しました大阪弁護士会はこの対応方針に対して重大な問題があり是正される必要があるとして会長声明を発表しました本日は入管事件にお詳しい中井正人弁護士に今回の会長声明について解説していただこうと思います中井弁護士よろしくお願いいたします まずこれはどういった内容なのでしょうかはいあの元々その在留資格のない子どもたちという問題がありましてその在留資格のない子どもたちっていうのは、まあ、何で生まれてきてあの発生しそういう問題が発生してしまうのかというと在留資格のないお父さんお母さんから生まれた子どもたちっていうのは基本的には在留資格がない。 いい状態になってしまうんですねでその子どもたちを、まあ、一定の要件のもと、まあ、家族一体として救済しようというのが今回法務省から出されたあその要件というのを、まあ、あの法務省が出してるペーパーによればですね、まあ、123というのはないですけど大きくまあ3つに区切って言いますと。 まず一つ目が、日本で出生していること、生まれていること。で、二つ目が、小学校、中学校、または高校で教育を受けていること。これが二つ目。で、三つ目が、引き続き日本で生活していくことを式に希望している子どもとその家族。まあ、おおむねこの三つに区切られる。この三つのことを言っています。家族一体として、えー 在留特別許可を与えられるという内容であれば一見よさそうにも思えるんですけれども何か問題があるということなんでしょうかそうですねその本当に家族一体として付与するということ自体はこれは会長制度にも書かれてますけど従来からの取り扱い子どもだけ救済するとかそうではないあの評価すべきものだと思います。しかしか大きく3つの問題が あありますで一つ目が、まあ、この文字を読むと子供じゃないといけないいいとけんですねでこれは子どもたちっていうのは当然年月に伴って成長していくわけですからどっかの時点で大人になる。でこれ救済される今もともと子どもだったずっと在留資格のないまま日本で育ってきたけどもう今は二十歳になってますっていう子たちも相当いるんですね。 でその子たちが救済の対象から外れてしまうのではないかというのがあ,あります。でもう一つが日本で、えー、生まれていること。これ日本で生まれたっていうのは何らかのタイミングで日本で生まれてない場合がありえるんですよね。例えばあの、えー、もうすごく小さい時3か月ぐらいの時に日本に来た。 だとか要するに生まれてないけどもうほとんどの期間を日本で育ってきましたっていう子どもたちもありえてその子どもたちが救済の対象から外れてしまうんじゃないかというのが問題2点目の問題点としてはどうういった問題があるんでしょうかこれは親の問題を子に転嫁する親の問題のせいで子どもが救済されない。 親の問題のせいで家族一体の救済がされない。あのこれはまあ常識的に見て今の社会的にな皆さんの視線観点からしてそれはいけないでしょうって親の問題がここにやっぱり引き継がれてはいけないでしょうっていうのはまあ結構共有されてきてると思うんですね。この観点からやはり許されない。で法的に見ればこれは子どもの権利条約。 日本も批准している子どもの権利条約の子どもの最善の利益、えー、をに基づいた措置をしようというそ,ういうそういう子どもの権利条約に反している状態だと言えます。3点目の問題点とはどういったものなんでしょうか、えー、3点目はですね先ほどの,その3つの要件がありますとかっていうところの前に抱えていることなんですけどこれは今回かりの措置なんですと。 お言ってるんですねこれだけ日本に外国の方があ増えてるで今後もおもっとたくさん来てもらおうとまあ政策的にはそう考えられていますそんな中で、えー、やっぱり何らかの事情によって在留資格がない状態で生まれてしまう子どもっていうのはそれはもう不可避だと思うんですね。でそれをお今回限りと言ってしまうのは とはあまりにも乱暴だし、し、まあ、不平等ではなないいかなと思います会長声明では「当会は全ての子どもの基本的人権が尊重されるよう対応方針に掲げられた場合に限定せず日本で育った全ての子どもとその家族に対し積極的に在留資格が付与されるよう求めると締めくくられているのですが在留資格が広く認められることで治安が悪化する」といった意見を耳にすることもあります。 この点については、実際どうなんでしょうか。まあ、あの白書等で統計も出てますけども、まあ在留外国人ないし、来日外国人のによる犯罪数っていうのが増えているという統計はないです。むしろ、あの白書の統計の数値によれば、減っている。 ということのようですので、まあそのやっぱり事実に基づかないイメージに基づくそういった言説が生むまあ差別的効果、まあそちらの方があ懸念すべき問題だろうなと思います。本日はありがとうございました。